さあやってきました。今日はですね、サハラ砂漠まであともう少しということでですね、そこに向けた、補給食ザックの選びっていうのをちょっと専門店の方にも聞きながら、最終調整したいなと思います。それからちょっと涼しくなってきたんでね、日本はねありがたいことに、でも砂漠に行くと暑さに慣れとかないといけないということで、ちょっと暑さに慣れる暑熱順化トレーニングをしようと思います。このランウォークスタイルさん、大阪でね、まあ超有名で品揃えも抜群にあるっていう日本有数のお店ですけども、ここでですねお邪魔して、サウナ状態にお店をさせてもらって走ろうというそんな無茶な企画に乗ってくださってですね、お借りさせていただけるということで、これから行ってこようと思います。本当ありがとうございます。今日は無茶苦茶なこの企画にサウナにしていいんですか？どうなるんでしょうね今日はでも定休日ということでお邪魔させてもらってありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとまず補給食ちょっと探したいんですけど、めちゃくちゃやっぱりありますね。一個僕何があって、内臓が弱いっていう、マグマって言うんですけど、ランナーのための青汁で、この SOD 酵素という酵素とか、大麦若葉が入ってるんですけど、胃潰瘍の薬とかにも使われるような内容でして、結構こう胃腸トラブルで使われる方も多くて、お湯にだけ飲まない方が酵素なんです。砂漠水あったかいんですよ。そんな熱湯じゃなくて大丈夫。45度ぐらいできますか？45度になるんですか？45度ぐらいだったら大丈夫そうですか、35度のお水になるんだ。そうか、大変ですね。水飲んだら、レース中水飲んだらこれ冷たいじゃなくてあったかいっていつも思うんで、レース中一回といただいて、かわしてもらっていいですか？おすすめです。なんかマラソンだったら30キロとか、トレランだったら残りのちょっととかで、なんか持ってたらこう安心というか、使えるんじゃないかみたいな。そうですね。リアクションアップっていうのが、まあ、カフェインは入ってるんですけれども、プロポリスとコーラミンジンキスで、あと BCA が入ってまして。知らなかった、うん、こっち一般の方はね、はい、持った感じ液体ですよね。液体です。これちょっとじゃあ今日、うん、試させてもらいたいですね、買って、うん、走りながらのベースとしてのなんかエネルギーチャージみたいなのでも美味しかったり、これ定番ですよ。いいですよ。1200キロですもんまあこれ違うジャンルでもいいですし、なんかそうですね、まあでも固形がいいんじゃないですかね。幸子さんおすすめでも、STC のバーが脂質が多く含まれていて、よく噛んでたのをおすすめしてまして、バナナ味とチョコレート味があります。どっちがおすすめですか？私はチョコにして、ナッツと一緒に、なるほど、ちょっと甘じょっぱいチョコみたいなのにしてる、じゃあチョコ、はい、はい、これは間違いないかもしれない。今日試してみます。次はザックをさせてもらおうかなと。砂漠だ、多分これぐらいいるんですよ。で、実際本番が想定で大体詰めてきたんですけど、やっぱりこれぐらいの寝袋とかダウンとかライトとかバッテリーとかいるんで、柔らかすぎたらなんか重たいもんいたら、そうですね、ふよん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 とするあれが嫌いなので、提案できるとしたら、まあうちの瀬太郎か、ここニュースティンクとの18リッター、これ今シーズン新しくラインナップしたやつなんですけど、結構万能ではあったりとか、本当一番は、この扱い方はいいですよね。そうですね、この辺とか取りやすい扱い方も、なんかファーストエイドキットとかも入れれるかなっていう、この扱い方はいいよね。すごい、結構軽いですねこれも。そうですね、若干揺れるけれども軽量で、好き嫌いがあるのかな。ほんでこういうとこにも入れれると、そういったボトルを一本下にして上にゴーグル入れるっていう方法もないこともない、入るじゃないですか。あ、すごい。で、その分上にまあゴーグルを入れて、まあゴーグルの場合まあこう細いから、それが
入れた時に どうなるかっていうのもありますけどね。なんか こっちの方がいいっていう人も安定しますね、これすごいわ。それこそ UTMF とか、うん、もう何年もかけて狙ってる大会だったらね、まあザック一つでね変わるんだったら、まあ、もういかにストレスを減らすかっていうのがね、そうですね、そうですね。まあでもストレスを楽しんではいるので楽しんではいますね。そう見えてる大好物ですのもあるかもしれないです。苦しいの大好きトラブル大好きでもできれば避けたい、できれば避けたい、絶対怒るんでアイテム想定して、うん、ご相談させてください。改めて、はい、ありがとうございます。まあ、これいつも聞かれるんですよ、揺れにくいって本当に揺れにくいんですかって。そうですね、走ってる聞かれるんですけど絶対揺れないと言えないですけど、だいぶ揺れにくい。そうですよ、揺れないって言って揺れるじゃないって言われるのがあるから、ね、じゃあ揺れにくいでいいんじゃないっていう感じで作った。本当僕お気に入りで5年ぐらいですね、愛をさせてもらってずっと。この髪の甲羅みたいに開くっていうのが、これがめっちゃ使いやすいですよね。そう、山の中で あれ出したいなっていう時に、そうなんですよ、欲しいものがやっぱ下にあると全部出さないといけないっていう部分があるんですけど、これだと下から開けるのと、めちゃくちゃ楽出せるっていうのはあるんで、あとここもいいですよね。これはなんか柔らかいクッション入れてもらって、あとちょっともう体が瀬太郎みたいな、下だ瀬太郎みたいな、いや瀬太郎来たらダメだから瀬太郎来たらダメだから。ありがとうございます。本当にちょっと借りていいですか、サウナ。はい、サウナね。サウナじゃないけど、はい、サウナにしてもらうっていうむちゃくちゃな、うん、この実は中に内緒のトレッドミルがあるということで、これから秘密基地へ行かせてもらいます。それではではやってきました、クラムウォークスタイルさんの中の秘密基地来ましたね。お店の奥にはこんな秘密基地があったということで、じゃじゃーん、トレッドミルをね、これ自走式のトレッドミルなんで、これ電池別にずっと走れるんですもんね、何十キロでも。何十キロでも、もう、ね、もう好きなように、時間のある許すまま、時間と体力が許す限りは走り限りは走り続けると。そしてなんとこの部屋エアコンがありまして、それで今もう10月なんですけども、暖房30度でですね、風マックス。もうここにいるだけで若干じわじわちょっと手に汗が出てくるような感じになってるということで、早速じゃあこれでですね、本番のリュック背負ってトレーニングをしていきたいと思います。ではちょっと何時間できるかわかんないですけど、暑熱順化できるようにこれから頑張っていきたいと思います。1分でちょっとずっと汗が、1分で汗が背中に感じてるね。まだもうちょっと暑い方が良ければ電気ストーブになるよそんなそんな嬉しいサービスもちろんラーボークさんいつもこんなサービスやってませんので暑さトレーニングしたい人という、そんなあの希望のコメントとかをちょっと控えください、問い合わせとかは。私たちも今日過酷なんですけど、いつもありがとうございます、ひとりさん。冷凍庫からそうや、冷凍庫も前行ったね、うん、本番室まで後ろにストーブが設置されました。やったやったー、もう一個あの協力ね、やったやった明日の勝負すごいのが開く、これはやばいこのこっちの大きいの来たらもう暑さ変わった、うん、ここがもう暑いもん、寒
際本当砂漠って地面からのこの熱があって地面付近がやっぱ一番熱くなんでだから足元がそうやっぱりそれもなんか近い環境とかよかったね、うん、じゃあもうこれは抜群の抜群のやっぱり熱が体にこもってる感じが近くに近い練習になった。すごく近いと思う。1時間経ったね。1時間ちょっと降った。フラフラはどう？ちょっとするね。ちょっとフラフラする？ちょっとここで幸子さんに勧めてもらった高級ショコラとかある気ながら。でもレースもね歩きながらじゃなくて持ってないんでね。ミロスマックスはちょうどね胃腸もね、ちょっと元気ではないので今、はい、1時間経って走った感がある胃腸してますので、せっかり溶けてる感じが。あ、体なんですよ。うん、美味しい。美味しい。うん。なんかよくあるバーは本当にバーみたいな硬いやつだけど、これはもうチョコ寄りのバー。チョコがバーになったみたいな。うん、これはいいですよ。 45g で 181kcal、 タンパクも 11g 入っております。暑いな、なかなかの暑さ今暑いね。汗とかも垂れてきてるんで、うん、85分経ちまして、ちょっと暑さでねやっぱりきてるんで、ここでちょっとね内臓マスクも回復すべく購入します。あ、美味しい。青汁っぽい、青汁っぽい粉なんか。うん、青汁、あ、飲みやすいよね。うん、苦味がないから。うん。マグマ色だった。ちょっとこれ早めに取って帰って。そうやね、今1時間半ぐらいなんで、もうちょっととりあえず頑張ってみて行きます。まあちょっともっからはちょっとウォークでつなぎながら行ければなんもして、よいしょ、2時間行きました。お疲れ様。灼熱ですよ。待ってるかな。どうかな、ちょっとそっと降りた方がフラフラくると思います。どう？ああフラフラくる。ああ、くる。やっぱちょっとすごい運動量なのかな。ねえ。
予約2時間終わりました。サウナ、ラン、熱中、循環トレーニング。まあ、とりあえず時間は2時間で、距離は13キロ。心拍は最大170もいっててね、平均135ってやっぱり、ちょっと歩いたから心拍と調子する。まあ、こうむちゃくちゃ汗かいて、本当にサウナ、真夏を走ったような感じで、いいトレーニングになりました。これはいいね。ちょっとまた通わせてもらおうかな。こんだけ暖房つけさせてもらって、ちょっと、メラン奥さんにお願いしようかなと思います。ちょっとこれ試し忘れたけれども、一個だけ最後に塗ります。もう終わっちゃったんですけど、練習ね。味を。プロポリスとかね、フライニンジンとか入ってるから多分美味しいんじゃないかな。うん、あの本当にエネルギーのドリンクみたいなの濃厚なやつ、うん、あーってシャキッとする感じ、これはいいね。しかもこれがあのジェルよりももっとドリンク系のサラサラしてるんで、さっと飲めてね、これはちょっと持ってるとなんかシャキッとしそう。持っていこう、限界突破。よし、ということでサハラ砂漠の1200万円もう少し、ね、この夏トレーニングを迎えて準備をして本番に向けて頑張っていきたいと思います。それではまた次の動画もお楽しみに。